はい、こんにちは。札幌占い美容室の山橋のことです。今日も、モデルさんの方を担当していきたいんですが、今日どういう風にしたいですか？こういう感じ。あ、なるほど。はい、グレージュのスタイルで、ブリーチを、まあ、大体モデルさんの写真だとブリーチ2回から3回ぐらいしてるのにトナーしてるような感じになってます。ハイチューブ TV。 なので、どうしようか。1回ブリーチは1回で、この時間から2回はちょっと厳しいので、ブリーチ1回でやっていきたいと思います。で、スピントナーで、長さがちょっと軽く座るぐらいですか。で、カットの方をちょっと見てですね、決めたいなと思いますね。はい、ということでやっていきます。はい、では始めます。はい、で、塗り終わって毛先はこのぐらい残ってるんですが、まあ、大体の予測はつくんですけどね。ただ人によってやっぱりちょっと出方が変わったりとか、その辺があるんで時間には言えないんですが、大体まあこのぐらいだったらこの色使えばいいよっていうのは大体わかるんですけど、まあ、たまにねあれっていう時もあるんで、一度はねちょっとお様子見てから毛先塗っていくことにしましょう。はい、ブリーチとカラー終わったので、ここで、乾かしていきます。で、乾かす前にヘナウォーターとこちらヘナジェルを使っていきます。まずヘナウォーターを、ね、最初につけて、オーガニック系なのでこれ発火の匂いなんですね。大丈夫ですか？ヘナウォーターつけたら一回溶かします。で、溶かしてからの、今度ヘナジェルをつけていきますね。で、ヘナジェルを全体につけていきます。毛先中心にヘナジェルをつけて、はい、溶かします。で、乾かしていくような感じですね。ちょっとアイロン入れました。で、アイロン入れた理由としては、色の調節ですね。アイロンのプレス、まあ、ストレートアイロンじゃないとできないんですけど、ストレートアイロンでプレスして、色の、染料をちょっとコントロールした感じです。で、まあ、結構ぬ薄めにしたんですが、まあ、そのモデルさんの、まあいついい状態にしたいかっていうので、長持ちさせたい場合はあまりやらないんですけど、まあ近々撮影さ写真を撮ることがあるってことなんで、ちょっと色を飛ばしました。はい、まあ、その辺はまた違う動画で説明できればいいかなと思います。長さだけちょっと調節したいなと思います。ショーバルタンで調節していきます。毛先がちょい揃えてない部分もあるのでちょっと揃えます。はい、上から持ってきて、イングラでカットしますね。
まあ、結構この方法としてはこの爪地の位置をしっかり確認しながらやっていかないと。本日の撮影が終わりました。今日は、まあ、あのワンブリーチで、まあ、それなりにオレンジ味は出たんですが、カラーの方で、しっかり色が入ったので、まあ、スムーズに終わったかなと思います。カットはもともと毛量がそんな多くないので、ベースのカット、それから、まあ、左右のバランスと、あとトップの方の表面の、ちょっと切り返しを作って、あと、バングですね。バングにちょっと透き感を入れたぐらいですかね。はい。では皆さん、また、タイヤ任しのチャンネルを、見てください。たくさん、動画アップされてるんで、どんどん、遡って見ていただければ、面白い動画もあるかなと思います。はい。今日はありがとうございました。はい。では、すいません。今日も動画見ていただいてありがとうございます。バイバーイ。